なあ、どうなってんだよ。また違う女の子連れてきやがって。気にするだろう、保護者として。うちの猫拾って世話してくれたんだって。いえ、そんな大したことは。世話してやったのこっちだけどな。どうした、楽しそう。こんなに大勢でお食事なんて久しぶりだから。今日は遅くなんないうちに帰りなよ。親御さん心配してるだろうからさ。帰りたくなければいいんだぞ。ううん、ちゃんと帰る。お父様に警戒されたら改心させるの難しくなるんでしょ。また連絡する。あ、連絡先いい？一人で大丈夫か？なんなら我が輩も一緒に。モナちゃんの居場所はここでしょ。まあまあな。彼の家に迎えていただくことになった。まだ正式に籍を入れるわけではないが、今の若者はそういうものだろう。誠意を見せてこい。できるな。私には自分が住む家さえ決めさせてもらえないのですね。帰りは遅いわ。挙句の果てに無断外泊まで。友達は選べと口を酸っぱくしてきたつもりだが。彼らはお父様の思うような。今は会社のことで手一杯なんだ。余計な手間をかけさせないでくれ。もしもし。ああ、大丈夫だ。もしもし、相談したいことがあるの。みんなで集まれないかな。ひどい。フィアンセってあいつでしょ。襲われに行くようなもんだよ。さっきの春の話じゃ、やつの家に連れてかれるのが10月11日。そしたら期限は10月10日ってことだよな。しかし君の父を改心させれば確実に警察の世話になる。罪人の娘というレッテルが一生つきまとうんだぞ。今の暮らしだって変わってしまうかもしれない。他人の不幸で成り立つ幸せに甘んじたら私もお父様と同じになっちゃう。それに実は前にね、
回答お願いチャンネルに書き込みしたことがあるの。ちょうど我が輩たちが次のターゲットでグダグダやってた頃だ。でも回答団は動いてくれなくて、その時だった。モナちゃんと会ったのは運命だと思った。その時から決心していたの。回答団がやらないなら私がって。廃人か、そして改心、全ての利害が一致したな。今度は協力してくれるよね。もちろん。私の方こそよろしくお願いします。こっから先は廃人化事件の犯人を相手にするかもってことだ。メメントスの修行とは違うぞ。覚悟しろよ。いきなり説教かよ。甘い。春は頭白に毛が生えた程度なんだ。力には目覚めてるが天で弱っちくてな。ペルソナも姿形がないとかってありさまだし。弱っちい？本当に？まあ変身はできるし、一応パレスでの活動には問題ないが、正直だいぶ足引っ張るかもしれん。ごめんなさい。私のために面倒をおかけします。いやさ、実は俺たち的にも社長さん狙うの都合いいんだわ。見ろよこのまとめサイト。回答団に対するネガティブなコメントばかりね。明らかに悪党の名前が挙がっているのに、回答団はなぜ黙って見ているんだ。加熱が別次元。廃人化の剣を掴むのを忘れるなよ。ああもちろんセットでいただくぜ。10月10日だったな。それまでに奥村を改心させるぞ。許せないね。いいか？
くいだぞ。囚人、主は更生を進めているあなたを評価し、特別な祭儀の許可をなさいました。ここではない世界で同じ試練へと立ち向かう怪盗団たち、奴らと協力して行う公開処刑と呼ばれる特別な合体だ。処刑後の姿を定めることができない運の要素が強い祭儀とのことです。しかしここでしか手に入らない特別な力もあると聞きます。有効に使えるかは貴様の技量次第だ。励むがいい、囚人。祭儀の開発は一通り完了しましたが、あなたの更生はまだ続きます。より一層の更生に励むことです。構成の改造のスキル、このような結果になるが良いか。さあ生まれ変わるのだ。もう終わりか。せいぜいあがけよ。
ふう。なんかよ。
よし。いや。どう？怪盗団のこと、どうなってる？これ、予告状？え？なんか書いてある。いつも応援ありがとう。困っている人は助けてあげて。怪盗団との約束だ。信也君との秘密のサイン、ゲームの公式ページに一瞬残しておく。え、本物じゃないよね。こういうの今売ってたりするし。ガンナバートの公式ページ？あ、怪盗団マーク、ハッキングしてる。これメジエドの時と似てる。ってことは本物と連絡取れたんだ。すごいや。どうやってやったの？なんかかっこいい。正体は不明なんだ。でもまさか僕にメッセージをくれるなんて。期待してなかったけどすごいね。本当は怪盗団と話したりしたかったけどね。取引の条件はクリアだから射撃教えないとね。足を止めた後すかさず急所。これでズルオにもダメージが与えられるようになる。始まるよ。ちゃんと当てて。違う、それじゃ止めてるだけ。もうそうじゃないって。やる気あんのか。2発目集中しろよ。
ものすっげえ柄悪いっすね。人と組むとあれが出るんだよ。だからみんな遠巻きにするのさ。なんとか使えるようになったんじゃない。多分あのズル王にも勝てるよ。癖なんだ、イライラ溜まると汚い言い方になっちゃうの。ごめん。でも普通の人よりずっと素質あるよ。あのさ、よかったら他の技も教えてあげる。とっておきのすっごい技あるんだ。だから怪盗団のこともっと話してよ。報告によれば、君の銃の腕前、かなりのものらしいじゃない。独学で鍛えたのか、それとも近くに有能な指導者がいたのか。どこで銃なんて覚えたの？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我当のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、珍しく早いよ。僕、家に帰るね。また今度。
Thank you.
欲しいっすか? よーし。
囚人。随分と余裕が終わりで。見てつらんなさい。総合の代価、あなたの力です。このペルソナ、あなたの力。落ち着きが足りない。構成の時間。新しく生まれかスキル。ほほう、こうなるか。さあ生まれ変わるのだ。もう終わりか。時間です、囚人。
ましょうか。
ありがとう。行きましょうか。それじゃ。ああ、帰ったか。やるか。